仙台市のインフルエンザの感染者数が8週ぶりに減少しました。注意報レベルを下回っています。仙台市が今日発表した24日までの1週間のインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり6.82人と、前の週に比べ5.43人減りました。8週ぶりの減少で注意報レベルを下回っています。 地域別では宮城の区が8.88人で、青葉区が8.09人、大白区が6.4人などとなっています。また、新型コロナの感染者数は1医療機関あたり7.75人で、前の週より9.09人減りました。